なんだろうなこれな。これやばい、なんだこれね。結構何かな。結構重たいですね。そのずっしりしますね。重たい。開けてみますか。あ、いいですか。なんだろうこれ。ちょっとあの中身。はい、皆さんこんにちは。トパスチャンネルの西本です。今日もよろしくお願いします。今日もですね、早間町島山口の古民家に来ております。今日はですね、いろいろあの周りの方があのいろいろ見ていただいて、ちょっとこのもっともっと建物のことを深掘りしたいんだっていう意見も聞いたり、この辺どうなのっていう質問も皆さんから受け付けましたので、今日はですね、鎌倉の由比浜にある株式会社キスケ、いわゆる建築会社ですね、の代表の石岡さんにいらしていただいて、この古民家に対してですね、一緒にこう見ていただいて、私も質問していきたいと思いますんで、どうぞお楽しみください。それでは代表の石岡さん。どうぞ。西本さん。はいはい。どうも。よし。あ、どうもどうも、石岡さんどうもありがとうございます。大変お忙しい中、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうぞどうぞ。じゃあどうぞ。じゃあ失礼します。株式会社キスケの代表、石岡さん来てくれました。はじめまして、株式会社キスケ代表の石岡と申します。弊社は鎌倉の由比浜に営業所を構えまして、主に住宅の新築、リフォーム、改修工事などを成功させていただいております。今日はよろしくお願いいたします。まず、はい、これなんですか、これは。これ、欅ですね。これ欅、はい、こっちの松張りの構造でこの欅の柱に刺さってるんですよね。なるほど。梁の構造がこちらに出て見えてるんです。支えてると、はい、そうですね。天井高いですよね。やっぱ昔の地はお客さん迎えにあたってあえて高くしてるんですか。そうですね。上山っていうんですけど。上山、上山っていうサイズの天井の、ね、こちら8畳ですね。でこちらも隣にまた8畳の和室がつながってるっていうね、本当に懐かしいお家ですよね。あ、こっちは天井ですけど、こっちはこれ2階の床組なんですよね。これは床組、2階があるんですね。 ないですね。ないはずですけど、ここ渋谷でもあるのかな。じゃあこれは基本的には人間乗っても大丈夫。そうです。2階の床の下地が見えてる。確かに見ても分かりますもんね。ちょっと薄っぺらい感じ。そうですね、はい。じゃあこの上も何か部屋があるのかと、じゃあ後でちょっと見ていただいて。ああ、そうですね、はい、はい、お願いしたいと思いますんで、はいはいはい、こちらが縁側です。これは松ですか、この木は。杉っぽいですね。杉っぽいですね。こうやって張り替えした方がいいですか。このままの方がいいですか。どうですかね。そうですね。ちょっと結構食われてるんで。食われてますもんね。結構張り替えた方がいいかな。張り替えた方がいいね。これは駆け込み天井って言うんですけど、屋根の形状、下地をそのまま室内に向けて見せてる天井のことを言うんですけど。この構造結構複雑ですけど、こういうとこできれば完成商品ってかっこいいですね。やればやるほど輝いてきますね、このうちは。そうですね。この漆喰の具合どうですか。これ漆喰もうペンキ上ぐらい塗ってますね、これ。あ、塗ってる。はい。あ、そうなんだ、はい、本当ね、確かにね、はい、この光沢で分かるんですか。あ、分かりますね。ちょっとこの色がね、藍色ですけど。そうですね。どうなんですか、この辺はどう再生させた方がいいですか。ここはやっぱり漆喰塗るか、なんか盛んで仕上げたいですよね。盛んで仕上げると、もしこれやると全体的に盛んでやった方がいいですか。白で統一した方がいいですね。そうですね。ただまあこれもう一回ペンキ塗っちゃってるんで、はい、この上からまた塗るとなると、はい、ちょっと一回下地処理ちゃんとやってやんなきゃいけないけど、結構大変は大変ですけど。実際これだけの床面積だって38坪ぐらいの平屋なんですけれども、もうやっぱりね、上を見ていただきたいんですよ。ちょっとそこをですね、プロの匠ならでの意見を聞きたいと思いますんで、はい、ちょっと上を見てもらっていいですか。うわ、すごい。これを早まで見える日が来るとは思わなかったな。すごい。いいでしょ、これ。張り見て僕感動してですね。すごいですね。ね。これ見てこの建物を残さないといけないと思ったわけですよ。どう思いますか、これ。これは素晴らしいですね。そうですか。今ではもうね、石岡さんもこの大工工事、20年以上、30年ぐらいやってんのかな。やってて、どうですか。なかなかこういう、この三浦半島で、ここまでの。なかなかないですよね。天井ぶち抜いてこれを見せたいですね。やっぱそうですか。やっぱ床になってますよね。床になってるんだ。上乗っても大丈夫だ。大丈夫ですね。これ部屋は作れるんですか。作れますね。夏とかこれ抜くってことは暑くないんですか。瓦は瓦自体で通気も取れてるし、建物の中に熱を伝えにくいものなんで、厚みがあって中にまた空気層ができる。あ、そうです、そうです。それによって熱を遮断してくれるという効果がある。はい、そうです、そうです。やっぱり日本の技術はすごいですね。そうですね。やっぱり瓦屋根は見直されるべきですか。そうですね。ただまあ重たいんでね。重たいと、あとコストもやっぱりかかっちゃうんで、
どうしてもやっぱり敬遠されがちですよね、今はね。逆にこの古民家ってやっぱり改修工事も費用かかりますけど、ね、この枯れ屋根をいいんですけど、維持管理するのは結構コスト面を考えた方がいい。そうですね。そうですか。まあ、塗装のペンキの塗り替えとかはないんで、メンテナンスは、まあ、時々必要ですけど、漆喰詰めたり、泥詰め直したりとかってのはありますけど、はい、塗装はないんでね。怖いのは、ね、台風来ると飛んでくるとか聞きますけど。そうですね。だからそういうのもちゃんとしっかりやって、ずれ止めとか、接着とか方法もあるんで、その辺はしっかりやっとけば、はい。大丈夫。瓦自体は、劣化っていうのは全然しないってことはないですけど、しにくいので、はい。わかりました。瓦屋根があって、はい、その下にこのもう杉の皮なんですか？そうですね。うちの本社もそうです。どうしてこの杉の皮を貼るんですか？今はアスファルト系の紙を引くのが主流なんですけど、ああなるほど。昔はそういうものないんで、防水シートみたいなの引くんですね。そうですね。今はね、昔はそんなのないんで、やっぱり木の皮とか、はあ、そういうのを利用するのが多かったですね。防水にはなってるわけですか？まあなってますね。昔はでも一枚一枚貼ってったんだ。そうですね。杉の皮めくって、はい、ただやっぱり劣化はしてくるんで、はい、回収で一回下ろしてちゃんときれいにやり直した方がいいかもしれないですね。これ殴り加工って言うんですね。結構削ってるってことですか？そうですね。長男で削ってるんですね。丁寧にやってますね、そういうのね。上からの重みに耐えるためにわざとこういうふうに反ったのを上に向けて、上の屋根の強度を出すために、屋根の重みに耐えられるようにわざと曲がってるんですか？曲がってるね。はい、それだけ重みに耐えれるんですね、湾曲が。そうですね。これ竹を編んで小舞って言うんですけど、それに泥を塗ってるんですよね。内側には最後仕上げて漆喰を塗るんですけど、通称は小舞壁とか泥壁とかって言うんですけど。これはどういう効果あるんですか？やっぱり調湿もあるんですか？そうですね。調湿がありますね。はい、昔はボードにクロスなどないですから、昔はこれがメインっていうことをやってましたね。はい。今これをやる職人さんも少ないですし、逆に今使おうっていう動きも結構あったりもしますけどね。これは補助が刺さって、それを抜けないように栓をしてあるんですよ、ね。抜け止めとして。通常は天井で誰も見えないところなんで出っ張らしますけど、見えるところだったら下みたいに短く切ったりとか面で切ったりとかっていう感じでやりますけどね。天井は誰も見ないんで、わざとこのそのままにしてるって感じですかね。なんかすごいじいした。ちょっと何ですかこれ。なんか重たいっすよ。これやばい。なんだこれね、しょうこさん。なんだろうこれ。なんだろうなこれな。うん、すげえ掘りたぶってる。これだから何十年っていう掘りだよね。何百年じゃないけど。すげえ木箱じゃないですか。結構重たいですよ。すごいずっしりしますね。重たい。開けてみますか。あ、いいですか。なんだろうこれ。ちょっと中身はみんなで分けましょうね。自分だけ持っていかないとください。そうですね。ご飯とか入ってたりして。なんすかこれ。あ、大工道具ですね。大工道具？はい。本当？小判とか入ってないの？これ、ナタの刃ですかね。おぉ、昔の。すごいですね。はぁ。あら。大工さんが天井に忘れてっちゃったんですね。昔の大工さんが？はい。わ、これ、のみですね、これ。のみ。はい。これ、叩きのみといって、躯体を刻むときに使うのみですね。これは墨壺ですね。墨壺。はい。おお。これね。覚えてます？これ今使わないでしょもう。もうこの形で使わないですね。使わない。はい。今プラスチックの自動巻きの。そうなんだ。もう今これを使う業者さんは少ないと思います。そうですか。いやー、なんかワクワクしましたけど、でもこれはこれでなんか嬉しいね、こういうのがあるとはね。そうですね。うん。これは差し金ですね、これ。差し金。これでも差し金あるとそんな古くないね。そうですね。100年前じゃないか。100年前じゃないか。多分、途中で、あれから改修工事したのかな。そうですね。その時に忘れた大工さん。忘れたんじゃないですかね。でも古いなぁ。そうですか。大工じゃなくて、屋根屋だな。屋根屋さん。
これなんだろうな。これなんですかね、これね。わかんないですね、これ。なんだろう、これ。帰って調べましょう、これ、ちょっとね。まだこのうち出てくるかもしれないね、なんかね。そうですね。これなんですか、ナイフ。ナイフですね。すごいね、これね。わかりました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。石岡社長。うん、石岡さんとは僕は本当にかれこれもう20年ぐらい付き合ってるのかな。そうですね。一緒にやってきまして、まあ、本当にお互いね、遊びさらして頑張ってきましたね。そうですね。靴を減らして、ズバリ、キスケ代表石岡さんが推奨するこの家をこんな方に住んでほしい、もしくは利用した方がいい。どんな方に来てほしいですか。これは住むんじゃなくて、やっぱりいろんな人に体験してもらう施設にしてもらいたいですね。はい。じゃあ具体的に何屋さんがいいですか。どんな業がいいですか。やっぱ宿泊施設ですかね。宿泊施設。なるほど。じゃあそんな感じで皆様、キスケさんの代表は宿泊施設と言いました。そういう業やるにもいろいろと行政とも調整必要でしょうし、この建築のね、いろいろこう取得するにも大変でしょうけども、まあ、一つはそういう形で何とかそれ乗り越えて、みんなが来てくれるような家になってほしいなということでございまして、今回この中で締めたいと思います。はい。今日は本当に大変お忙しい中、いらしていただきまして、どうもありがとうございました。石岡さん。はい、皆さん。今日はですね、早町この古民家に、株式会社キスケの石岡さんが来てくれました。石岡さん言う通りですね、この物件は、本当に古民家はもういいことないんですけれども、この緑いっぱいの住環境ね、ここも皆さんに味わっていただきたい、体感していただきたいということで、ここをですね、うちも会社としても、ぜひみんなが集まっていただけるような、ちょっとね、計画にしていきたいと思いますんで、今後のですね、この古民家どう変わっていくか、皆さんぜひお楽しみください。ということで、我々の励みになりますんで、グッドボタンと、チャンネル登録お願いします。お願いします。